ですか。大橋ゆきです。20問20答やります。鶏、腕細いし鳥に進化できるように頑張ります。結構わんぱくな子供だったかなと、まあ毎日外出て家にいることは少なかったんじゃないかなと思います。フルーツポンチですかね。はい。あとは冷やしたクレープみたいな、あれも好きでしたね。肉じゃがすかね。クックパッドあるんで結構簡単に作れるんですよね。いや、いっぱい美味しいお店あるんですけど絞りきれないな。ミノルとかですかね。最近食べ一番美味しかったもの、一番美味しかったもの、ここで出たカンパチのしゃぶしゃぶ、あれっすね。なんやろ、あ、入院した時にみんなにもらった、なんか千羽鶴みたいなのもらったんで、はい、おめでにしてます。松戸市なんですけど、松戸市は千葉でも3番目ぐらいに人口多いんかな、2、3万でかいっす。あんま音楽聴かないんでわかんないっすね、これは。はい、いいアーティストあったら教えてください。はテレビ、最近なんかテレビでやってる千鳥がやってるなんかランキングつけるやつみたいな、名前忘れました。サッカー毎日練習して頑張りましょう、一緒に。はい、自分も頑張ります。コロコロっすかね。コロコロってストレッチ器具のね、ストレッチです。はい、バナナ食べる、お腹がすくんで、もう全員っす。なんかいい選手ばっかなんで、ゴールに近づくプレーだった、ゴール目指すプレーとかゴールス。音楽あんま聞かないですけど、まあなんかリラックスできそうな、はい、音楽をたまに聞きます。ビリーブス。まあより多くのゴールだったらアシストっていう結果にこだわって、はい、覚悟、はい、さっき言った通りです。ゴールを目指すプレーです。はい、2022シーズンも、今年1年いろんなことがあると思いますけど、熱いサポートをそして一緒に戦いましょう。ありがとうございました。バイバイ。